はい、ということでですね、広島に、もう一泊、することに、なりましたもので、実はですね、本当はね、もうこの日の晩から帰ってくる予定だったんですよ。クレアとかあんましおらんくて、昼から、この次の日にね、行くことにした、予定だったところも見てきて、そのまま帰っていこうと思ってたんですけど、まあ、遅くまでクレアに乗ってしまったんでね、思いのほか、もう一泊していくことになりました。ということでね、急遽ね、ホテルをね、予約して、行ったわけなんですけど、それでね、たまたま、安いホテルがあったなって言ってね、これ、この4連休の時ですよ、日曜日の夜ですけどね、4,050円でね、泊まれるホテルがある。おら、なんかめちゃくちゃ安いやん。しかも、なんと朝食付きってことなんでね、あら、いいじゃないですか、ということでね、早速取ってきました。そしたら、まあ、駅からもう歩いて、広島駅から歩いて行ける距離です。のところに、歩いて行ったらあったのがこれですね、広島ベースホテルってホテルなんですね。いや、それにしても赤い、さすが広島だなと思ってたんですけど、いや、赤にしてもね、すごいですね。まず、これね、裏側見てみるとね、昨日の、前回の動画でもでね、最後にちらっと出てましたけど、赤ヘルツインパークってもう、まんま赤ヘルじゃないですか。もうね。で、これ料金体系がまた面白いんですよね。普段安いですよ、これ。最大料金が600円、200円とかでね。で、時間で、夜、最大料金200円とかですよ。ね。めちゃくちゃ安いじゃないですか。これ、投資で取っても、夜投資で止めても400円とかでしょ。でも、カープの試合日には、なんとこれが2000円になるというですね。60分300円で、最大2000円になるという。うん、なかなかユニークな。ね。なかなかないですね。ここまで割り切った料金体系っても私初めて見ましたけど、名古屋とかでは見ないですよね。で、これ、ではどうしてこんなことになったかというと、まあ、それでお分かりいただけると思います。要は、広島駅とマツダスタジアムの間にあるんですよね。うん、ということなんでね、めちゃくちゃ確かにすっげえ便利です。広島駅にも歩いていけるし、そのまんま、当然、広島駅からマツダスタジアム自体が歩いていける距離じゃないですか。で、それのちょうど間ぐらいのところにあるということなんで、これはね、便利な場所は便利な場所ですし、そして何よりですね、これもう見てもらっての通り、なかなかな、カープラブのね、感じなんですけど、何って言ったって、このビルの名前自体が赤ヘルツインビルで、これね、このモニュメントにもね、ロゴのところに書いてありますけど、これね、ビルの上にね、赤ヘルのヘルメットかぶってあるんですよ。特大のヘルメットがボーンと置いてあるので、広島の方とかでしたらね、もしくはこの辺りを歩いたことがある方でしたら、おーっと思うかもしれませんし、多分はね、確か新幹線からも見えると思います。帰り実は私新幹線を使ってなかったんで、ちょっとその辺り確認が取れてませんけど、うん。ということでですね、受付に入ってくるんですけど、ちょっと受付とかはね、ちょっと、写真撮れてないんですけど、上に上がったら、2階に上がったら受付がありましたね。でも受付のなんか独特な感じなんですよね。ホテルのフロントって感じじゃないですよね。一応奥に、ここが受付ですみたいなのがあって、入ってたら、結構狭いところですけどね、狭い受付でパッパッと受付をしまして、そしたらですね、普通ね、フロントで受付をしたら、その場合払わないにはあるにしても、今回の場合は、インターネットでも、キャッシュさえしてましたんでね、払ってませんけど。で、そしたら、大体ね、それでルームキーをもらってチェックインじゃないですか。そしたらね、ルームキーなんもないですよ。まずね、渡されるのはね、紙切れ1枚。ちょっと写真撮ってなかったな。はい。モーニングチケット。お食事券ですね。朝のモーニングはサービスなんで、無料なんで、このチケットを持ってきてくれたら、もう無料でモーニングが食べれますよというチケットをいただきました。そうすると、そのチケットに、なんかね、4桁の数字がこう書いてあるわけですよ。うん。これは何やろうなと思ったら、これが、部屋の前に出しますけど、部屋の前に実は鍵が置いてあると。で、その鍵が入れてあるところが、暗証番号が書いてあって、よくお店なんかやってる方ですとあるじゃないですか、お店の鍵を、ガチャンって入れて、4桁パスワード設定しておいて、次の日の人がそれで開けて入れるようにとかってするお店もあるじゃないですか、最近は。ね、鍵とかあんまり、作らないで。うん。
そういうような、やつが置いてあるわけです。あとでまた写真出てきますけどね。それ用の暗証番号書いてある紙だけ渡されて、これで、入ってくださいね。で、帰りは鍵をその中に入れて、またね、ね、0000にし、ね、しといて、ロックしといて、そしたらもう自動で、チェックアウト。っていう扱いっていうね。ですから、フロントに行って、ありがとうございました、みたいな線でいいと。どうも、朝は基本的にそういう人を置いてないっていうね、ことみたいですけど、そういうふうにして、結構コストカットやってますよっていう、ことだったんで、へえ、面白いなぁと。確かに、それでね、お値段がないしね、4000円ですか、4050円ですからね。うん。そりゃ、その分ね、お値段安くなるんだったら、そりゃいい。すごく、これ、面白いシステムだなと思いました。で、エレベーターに乗ったらね、こんな感じでね、部屋数も結構ありますよね。3階から6階までずらーっと部屋がありまして、で、見てもらってる通りね、コインランドリーとかも置いてあるし、自販機もこの中にあります。で、で、2階のところに、さっきのね、ずっと映してましたけど、これがね、ずっと映しとって、やつに戻しましょうか。ね、お食事食べるモーニングのサービスのところらしいんですけど、まあね、もうね、見ての通りのカーブ感ですよ。すごいですよね。もうマットもね、特注かな、これ。ね、カーブを応援していますってね。すごい、あれですね。名古屋では、もうこんなドラゴンズをここまで押しとるホテルとか見たことないですね。ねえ、すごい。で、まあ、もう一回部屋のやつに戻しますけど、で、3階から、6階が、客室になっておって、2階が受付に、その、朝飯食べれるところね、サービススペース、カフェスペースと、あと、キックボクシングのね、トレーニングジムなんかも置いてあるらしいですし、で、1階がスポーツファンベースって書いてありますけど、駐車場もあって、で、駐車場とは別にですね、いわゆる、パブリックビューイングですね。のスペースみたいなのがありました。実際この日は、ラグビーのワールドカップ、日本戦やってましたんで、日本対南アフリカがちょうどね、やってましたんで、それのパブリックビューイングやって、それは、すごく盛り上がってました。っていう、ところでしたね。で、部屋の前、エレベーターに上がると部屋になります。で、これ見てもらったらね、わかる方はわかるんじゃないかな。いわゆるホテルをホテルじゃないんですよ。こう、ちょっと一昔前のって言ったらいいのかな、公団住宅なんかであった。これ、バブルの時期は、玄関中に作るのちょっと流行った時期あるんですよね。今は、外に、作ることが多いですけど、むき出しでね、こういう、室内型の、ところっていうのが、一時期作ったマンション多かったんですよ。実際、四日市にもありますね、こういうタイプのところ何軒か。うん、で、要はそれを、そのま、公団住宅とかね、そういったマンションを居抜きして、そのまま部屋をホテルにしちゃいましたという感じですね。って、カラオケ屋でね、こういうタイプね、実はあるんですよね。公団住宅を丸ごと、カラオケ屋に全部居抜きでね、くり抜いたって、大阪なんかにもありましたけど、うん、そういうような感じで、ホテルにしちゃいましたっていうことなんで、で、これ、見てもらったらですね、右側に赤いのが、赤と黒のね、なんか箱が置いてありますと。ここに暗証番号をこうカチカチカチって合わせると、パカッと開いて中に鍵が入ってるんで、それで、チェックインと入って、ることができます。で、部屋の中の模様は動画を撮っておりますので、そちらをぜひご覧ください。どうぞ。急遽ね、また広島に一泊することになりまして、それでですね、宿を取ったんですよ。ところがですね、これ面白い宿を取りましたね、私、我ながら。ね、どっから説明しような。あ、あった、これか。ね、これで、ね、検討ってた。おお、ついたついたついた。すごいですね。あ、で、空気も全部、全部頼りでね。なんかゲストハウスとホテルの中間みたいな感じですね。こんな感じでね、お部屋とかいろいろあるんですが、ね、なんとなく構造見てわかりますかね。これ鍵もね、全然オートロックでもなんでもないですよ。ね、昔ながらの公団住宅とかよく使われてるようなね、家の実家がこんな感じです。
感じなんですよね。何なのかなと思ったら、多分そうなんですよね。昔からの公団住宅みたいなマンションを居抜きでホテルにしてるんでしょうね。ですからブライカーとかもあるんで、基本的に実家っていうか感じで言うと、うちのおばあちゃんが住んでた住んでる公団住宅ね、そんな感じですね。この辺りもあれですけど、ですから、ね、ガスキットとか全部揃ってますね。へえ、面白い。で、冷蔵庫とかもハイセンスですけどね、冷蔵庫まで揃ってる、すごい。で、電気とかこうそこにスイッチがありますけど、そんな感じ、一通り全部揃ってますね。アメニティフーズも耳栓は用意してくれてますね。ボディーソープとかもあって、でこれなんとね、朝食がついてるんですよ。すごいですよ。これね、部屋一つワンね、私シングルで撮りましたけど、なんかダブル分ぐらいのね広さありますけど、1名と撮らせてもらってますよ、これね。ね、てか、ね、2名様用のあれになってますよね。ベッドダブルです。ね、で、お食事券、これ、ね、食事無料でつくんですって。で、無料でついてね。それでね、お値段がいくらかというとですね、これね、今すぐ取ったんですよ。本当にね、こっちの広島の駅に向かってくるフェリーで行きましたんでね、途中で取ったんですけど、料金がね、日曜日から月曜日にかけて、ね、安くはなってるとは思うんですけど、そう、税込みで4,050円。安いですよね。税抜きで多分3,000円台ですよ。でね、受付とかも好き、簡素です。ですね、ホテルの受付みたいなところがなくて、ちょっと入って、ここ受付なんやみたいなところに、ちょろって人が一人座ってましてね、そこでね、パパッと渡してもらうとですね、じゃあ、鍵を受け取りますってね、じゃあ、ないんですね、なんとですね、この紙と一緒にですね、部屋番号とですね、暗証番号の紙も渡されましてですね、この暗証番号で鍵を開けてくださいと。ガチガチとですね、合わせると中に鍵が入ってますので、それで入室してください。で、鍵はそこのところをまたガチガチと合わせて鍵を入れといて、ガチャンと閉めたら、それでチェックアウトになりますっていうシステムなんですって。へーって驚きまして、こんな今システムあるんですね。ですので、まあ、公団住宅とかそういうのをそのまま使って、やることによって多分お安くしてるということなんでしょう。ただ、でもアメリカとかちゃんと揃ってますね。でもなんか変わらないです。ただ多分、コインとかはどうなんでしょう。まあ一般のところでも気をつけないといけないところでしょうけど。でもすごいですね。壁掛けのテレビですし、コンセントとかも充実してますね。いや、普通の家をそのままやってるので、コンセントの数はこれ多分結構ありますよ。で、ここにドライヤーが入ってますね。で、これもどっちかというと和なイメージですよね。でもちゃんと、どっちかというと外国人の方意識してるんでしょうね。昨日のことなかったですけどね、これね。これ土足でこう乗る文化があるんでってことですね。まあ土足で入れないですけどね、今回の。これは玄関がありますもんね、ホテルですけど。面白いですね。こんなところに緑色が入っていますね。海軍のイノシシですね。こんなところにも細かく色々。タオルもめちゃくちゃある。まあこれ出すのはあれなんでしょうけどね。すごいな。これは結構当たりかもしれません。朝食はどんな感じかにも言えますけど、どちらかというとね、ここね、名前を申し上げてませんでしたね。広島ベースホテルってところなんですけど、いわゆる広島駅からまさに松田スタジアムに向かっていくというか、もう松田スタジアムはすぐ近くですね。その兼ね合いもあるのか、下とかね、写真ね、多分出してありますけど、もうカープ一色です。それはお前、お前、どこの球団のファンやったんやとかって言われるとですね、大変ですね、耳は痛いところではございますか。実際、食堂のところもね、もうカープ坊や一色とかになってました。すごいです。写真もね、もうポンポンってね、出しておくと思いますけど、そんな感じでございますね。まあ、ちょっと、ゆっくり休ませてもらおうと思います。というかね、今からちょっとまた友達と待ち合わせて、今からちょっと外に出るわけでございますが、友達は全然別のホテルに泊まってますもんでね。はい。しょ。さあ、ということでね、これね、シャワーも浴びてね、落ち着いたところでですね、もううとうとうと、もう酒を飲みながら、うとうとうとしようと
なってたんですけど、まあ、せっかくなんで軽くレビューだけ一言思いますよ。まあもうね、このね、図見てもらったらね、お分かりかと思いますけど、このホテル本当にもう、住居感がすごい強い、本当にゲストハウス等をセキュリティを強くしてホテルの方にしたような感じですよね。ですんでね、結果としてね、すごく広いんですよね。これね、こっちにこんな感じでダイニング部分ですよね。で、こっちの部屋もあるんですけど、部屋もね、和室です。畳。これいいですよね。どっちかっていうとね、なんて言ったらいいのかな。この辺りのね、案内とか見てもね、わかりますよね。どっちかっていうと、ね、海外の方ね、海外から来られた方を意識して、作ってるのかなっていう、まあ実際格安ですからね。この辺りの案内もほら、全部これ英語なんですよ。ね、あ、エアコン入れとこう。エアコンも入れて、ここでね、案内のやつですね。これも英語と日本語で書いてありましたね。いろいろと書いてあります。ちょっとキーボックス、チェックアウトとか全部独特ですんでね。今これ使いましたもらいます。結構柑橘系のね、いいやつでした。あれも店を当たるの嬉しいですね。で、何よりね、今回私一人利用なんですけどね、ベッドはね、ダブルベッドなんですね。おそらく2名様利用でもダブルベッド。ね、もう全部屋がダブルベッド仕様にしてあるっていうことなんでしょうね。ですので、これ一人利用だったらもうダブルベッドね、独占できますから。これはお得ですね。この辺りのツアーなんかは、ホテルというかなり、住居感が、バリバリに出てますけど。でもね、この辺りね、例えば液晶テレビを壁掛けにすることしたりしてですね、それによってね、こうスペースを確保したりとかね、で、ドライヤーが中に入ってたりとかね、いろいろとね、面白い工夫も、見られますし、どっかはね、黒子もだから、黒子でここにね、くっついても上になりますし、何せね、見ての通りね、こんな感じで、すごい、コップとかもね、めちゃくちゃ充実してますね。ちゃんとスプーンとかも一式入ってますし、っていうか、小皿とかもめちゃくちゃいっぱいありますね。普通ホテルないですよね、こんなに。で、こんな国は、幸いな。もう、ここで本当に料理してできますね。でも朝食は無料ですからね。お皿とかももう本当にここで生活できそうな。でここにケトルにフライパンとかもうお玉とかも調理用具も全部包丁とかまで全部揃ってるんですね。すごいな。まな板もあるから本当にここで料理してっていきますね。電子レンジに冷凍庫とかもありますよね。これ私が食べようと思ってる牛乳とかありますか。冷蔵庫もね、まあ十分一緒ですよね。で、ここにクローブなんかも全部ありますし、この家ではね、なんかね、布団の予備とかいろいろしまってありましたんで、ここは使えないというような流れですけどね。で、これ電球とかは全部調整できますね。でもちゃんとホテルなんですね。これね、玄関、これはちゃんと全部屋ついてますね。で、エアコンは、まあ、かなり家庭用な感じのやつと。だけど、何してんの？このね、よいしょ。これね、ベッドが広いですね。まあ、二人でね、使うのやったらダブルベッドやなってなるかもしれませんけど、これ一人利用でね、この横幅あったらね、私普段縦のこの幅ぐらいで寝てそうですけど、このね、この前満喫やったらこれぐらいやったかもしれません。これの横幅の方ね、横幅の方ぐらいで満喫とかだったらないそうですけど、これだけ横幅入れると、ね、私が両手をポーンと広げて、ね、広げてね、ダオいけるっていうね。いや、素晴らしいですね。枕とかも2つありますし、タオルとかもいっぱいありますんでね。ということでね、いや、これはいいんじゃないかな。あとはね、朝食ですよね。まあ、せっかくなんでね、ぼちぼちと、
細かいね、動画なんかも撮りながらね、やろうと思います。で、明日からまた新しい企画のね、動画、もしかしたらそっちの方が先に上がってるかもしれませんが、で、まあ、ひとまずね、ゆっくり休んで、まあ、アイス食べてからね、ゆっくり休もうとね、で、明日で備えようというような流れです。いや、これいいですね。あ、ちなみにだって、ね、繰り返しになってると思いますけど、これで、ね、4050円税込み。朝食付き。ね。すごいですよね。ちなみにね、一緒にね、今回、旅行しておる、ね、うちの副代表とね、やつもね、ホテル、泊まってるんですけど、実はね、ホテルが別なんですよ。うん、で、それで私は、まあ、相方はね、韓国でのイベントの物販並んどって、で、物販並んで、それからまた、スタンプラリーとかやってたらしいですけど、私ね、今回、全然スタンプラリーとかも、ですね、いや、むしろそっちの方が問題か、韓国でファンとしては。あんた何しに来たんやって言われそうですけど、まあ、いろいろとでも私は結構フリースタイルにフラフラするのが好きなんでね、まあ、ね、これ、ご覧の通りなわけで。で、まあ、何でも話はこんなところにしときましょうかね、ということで、以上でね、終わらせていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。